では片野様よろしくお願いいたします。ご紹介ありがとうございます。 NSI テクスの片野と申します。今日はですね、今タイトルにデカッと書いてありますけれども、アカリアによるリスク5応用事例ということで、まあ、NSI という NSI テクスという会社名自体が分かりづらい上に、今度はアカリアというさらに分からないもの出てくるんですけれども、まあ、今日はこのアカリアという言葉と、アカリアがまあリスク5を作ってもいるんですけれども、まあ、使っていろんなことをやってるなっていうのをちょっと知ってもらえればと思っております。でまずですね、NSI テクスの紹介ですけれども、NSI テクスは、まあ、紹介、最初にしていただいたときから、なかなか発音しづらいところありますので、一応会社呼ぶときは、あ、いえいえいえ、NSI と言ってくれれば大丈夫ですし、まあ、我々も自分たちのことは NSI と言ってますので、まあ、そのように呼んでいただければと思います。で我々はですね、ちょっとまあ半導体 IP、半導体ソリューションカンパニーと書いてありますけれども、まあ、簡単に言うと、まあ、プロセッサーの IP を開発している IP ベンダーになりますと。で、まあ、出どころ、そこにご紹介の時も言っていただきましたけれども、2017年にデンソーの 100% の出資という形で会社が設立されて、でまあ、デンソーというと、まあ、刈谷という、愛知のイメージあるんですけれども、まあ、我々は東京のシティボーイで品川の方で開発を行っております。で世界各地からって書いてありますけれども、まあ、中心は日本でいろんな電機メーカーにいたメンバーですね。私自身ももともとはパナソニックにいて、その後ソシオネクストを経て今こちらにいるという形になりますけれども、まあ、そういった各地でプロセッサーですとか SOC ですとか、まあ、半導体に関わってたメンバーが今60名ぐらい集結していて開発をしておりますと。でほぼほぼ9割以上は開発のメンバーになって、まあ、そういう営業面とか各班面というのは、まあ、私含めて若干名が何とかやっているという形になりますと。でプロセッサーといいましても、まあ、いろいろな用途でというところがあるんですけれども、まあ、我々としては親会社がまあ自動車部品の開発をしているというところもありますので、まあ、自動車をはじめとする、まあ、組み込みシステム向けの高効率半導体 IP というものを開発しておりますと。ちょっともうこれも3年前の出来事にはなってるんですけれども、17年に会社を設立して20年に最初の製品をリリースして、でその翌年にですね、その最初のリリースした製品の一部分を切り出すという形になってるんですけれども、まあ、それでリスク5の汎用の CPU という形でコアもリリースしています。で今日の応用事例の中でも伝えさせていただくんですけれども、まあ、CPU のコアだけじゃなくて AI のアクセラレーターですとか、まあ、セキュリティのサブシステム等に、手を広げながら、まあ、プロセッサーのソリューションという形で、提供を行っております。で最初に60人ぐらいとは言ったんですけれども、IP といえど半導体の事業を回そうとすると60人は非常に少ない人数になりますので、まあ、その辺はですね、各分野のパートナーさんといったところも含めまして、まあ、コミュニティ等も活用しながら、まあ、その業界の連携といったところで、まあ、エンドのユーザーですとか、まあ、業界自体を盛り上げていければと思っております。でリスク5を選択して使っているということ自体も、まあ、そこのエコシステムといったところをうまく活用したいし、そこを育てていきたいという面がありますし、まあ、ソフトウェアの開発環境の方ですと今クロノスといったところの、コミュニティにも参加して活動を行っております。はい。で組み込みシステム、我々の商品の話を少しする前に組み込みシステムの背景といったところを少し話させていただきます。で左側の図が、ちょっと3段に書いてあって、一番上制御方式のトレンドの繊維であって、で真ん中が自動車システムの繊維で、下の方にスマートファクトリーの繊維と書いてありますけれども、まあ、言おうとしていることは大体同じで、まあ、自動車システムでいうと、まあ、今まで
人の操作ですとか機械を使って操作されてたものが、まあ、だんだんと電子化されていくことによって、まあ、ハンズオフ、アイズオフといったところの、まあ、運転支援につながって、まあ、そのうちその技術の上にネットワークですとかオートメーションといったところによって、まあ、自動運転といったところやコネクティッドといったところができてくると。でスマートファクトリーといったところでも、まあ、個別の機械が自動化されるところから物と物がつながって、仮想空間と現実空間がつながりながら CPS という形で進んでいくというふうに、なっていて、まあ、過去からどんどんと高度化することによって、だんだん電子化っていうプロセッサーに要求されているものは、まあ、高度化や多様化してくると思っておりますと。例えば AI ですとか MPC というモデル予測制御と書いてますけど、そういうところですとか、まあ、セキュリティといったところの要件が増えてきてるかなと。で、組み込みシステムの今までの開発というのは、どちらかというと、結構個別の機器ごとに、まあ、電力制限ですとかサイズですとかいろんな制約ありますので、個別最適を何とかしていくっていう面が多かったんですけれども、こうやって要求されるプロセッサー能力とかがとかソフトウェアの方ですね、それが高度化してくると、まあ、なかなか個別最適だけではやっていけないところがあるので、まあ、共通化っていったところも取り入れながら、まあ、その個別最適っていったところと、まあ、バランスを確保するっていったところが大事なのかなと思っております。で、そう左の例にもありますけど、まあ、そういう背景の中で、まあ、我々最初に自動車システム向けといったところで開発をしていて、まあ、その中で、その右下に挙げている4点ですねが、まあ、我々の強みとして開発の中から今持てていると思っております。で、一つはまあフレキシブルプロセッシングで、まあ、フレキシブルというのはスケーラビリティとバーサティリティといったところで、それを両立させるといったところです。で、2つ目がやっぱり電力の問題というのは組み込みシステムに大きいので、まあ、パワーエフィシェンシーという電力効率といったところと、まあ、リアルタイム応答性といったところに効いてくるリアルタイムコンピューティングで、自動車をはじめとして今産業機器の方でも機能安全といったところは広まってきていますので、まあ、ファンクショナルセーフティーといったこの4点を今我々の強みとして持っていて、これをまあ自動車だけではなくて、まあ、幅広く組み込みシステムに展開していければと思っております。で、ここで表紙にあったアカリアというものが出てくるんですけれども、今我々の技術をそのアカリアというブランドにまとめて皆様にお届けしたいなと思っております。で、そのアカリアに何が含まれるかというのをこの図で書いているんですけれども、まあ、一番下の4つが前のページで言った我々の強みになりますと。で、その上に茶色の部分で囲っているのが、まあ、プロセッサーの IP になります。で、プロセッサーの IP というところは、そこスタンダードプロセッサーって一番左に書いてあるところがありまして、まあ、これが基本となる RISC-V の、32ビットのコアですとか、まあ、64ビットのコアになります。で、そこに加えて、エクステンションユニットっていう形で、まあ、このコアをマルチコアにして、タスクの並列性を上げるですとか、まあ、ベクタープロセッサーと一緒に使うことによって、データの並列性を上げるですとか、まあ、AI のアクセラレーターを使うことによって、ニューラルネットワークを、加速させるですとか、まあ、そういうエクステンションユニットと、スタンダードプロセッサーをうまく組み合わせながら、まあ、自動車であれば自動車、FA であれば FA といったところの、まあ、ドメインごとに最適なアクセラレーターという形で組み上げてお客様に提供できればと思っております。で、その上に、今の時代ソフトウェアデファインドといったところはどんどん進む一方ですので、まあ、プロセッサーだけ提供してはい使いますという人もなかなか難しくなってきますので、まあ、ベースとなるソフトウェアの、ツールですとかフレームワークといったところを、ソフトウェアとして提供して、で、プロセッサーをうまく使いこなす一例という形にはなってくるんですけれども、ソリューションといったところで、まあ、ここ書いているのはモデル予測制御という形になるんですけれども、まあ、そういうモデル予測制御というのを、我々のプロセッサーを使って最適に
アルゴリズムレベルからソフトウェアとして実装するといったところまでも提供するようなソリューションといったところも用意しておりますと。で、一番上の右に書いてあるセキュリティソリューションといったところも、パートナーさんのところと連携しながら、ルートオブトラストですとかネットワークセキュリティに対応するような形になっていきますと。でこのプロセッサーとソフトウェアとソリューションといったところをまとめまして、今アカリアというブランドで展開をしていこうと思っております。はい、でプロセッサーのところを、もう少しだけ砕いて書いたのはこの図で、一番左が上に書いてあるのが32ビットのコアで、これ自体を汎用の CPU として提供もしますし、でそれをマルチコアに組み上げて、ベクタープロセッサーと組み合わせる形の、アクセラレーターとしても提供しますし、あとは、それをさらに、クラスタ化して、AI の、コンボリューションのコアもつける形で、より性能を上げるという形で提供するというパターンですとか、この辺を、含めまして、お客様の用途に合わせてカスタマイズできるといったところもあるんですけれども、このドメインにはこういうのがというところも含めて、我々の方でまずラインナップをしております。はい、でこれがラインナップの一覧に今なるんですけれども、下側の濃いところ、濃い青で囲っている箱が、スタンダードプロセッサーの NS ファミリーというRISC-V の汎用の CPU になります。で上の水色の四角いところが、ドメインスペシフィックアクセラレーターという形で、いくつかある程度使っていただけそうな形でまとめているものを、それぞれ置いていて、これを DR ファミリーとしております。はい、で、スタンダードプロセッサーの NS ファミリーといったところは、ちょうどこれ一つ前の、講演でコーダシップさんのところが1357といったところでちょっと物かぶりしたなといったところもあるんですけれども、我々も今 NS ファミリーという形で NS1 シリーズ、3シリーズ、5シリーズ、7シリーズという形で今展開をしています。で1357は、パイプラインだと先ほど言ってたんですけど、そこまでおしゃれにはできてなくて、単純な客観的な性能といったところで、1が一番コンパクトで小さいもので、7が、64ビットでハイエンドのものというもので並べております。で、この基本のプロセッサーを、組み合わせでもう一回おさらいになっちゃうんですけれども、組み合わせながらで、マルチコアにしたりアクセラレーター、 AI のアクセラレーターをつける形で、今制御マイコン向けのアクセラレーターという形の DR1000 シリーズ、こちら DR ファミリーと言ってるんですけれども、あと SOC で使っていただけるような DR4000 シリーズですとか、AI のアクセラレーターだけを切り出してコンボリューションの処理をするといったような ML シリーズといった形で用意をしております。で、ここまでが我々の商品そのものの基本的な説明になっていて、でこの次のページでちょっとビジーなんですけれども、今我々行ってきた活動の中から、RISC-V をうまく使いながらこんなことをしてますよといったのを少し並べておりますと。でそれぞれをこの後ろのページで少しずつ説明するんですけれども、まずスタンダードコアプロセッサーといったところですと、今右下に書いてあるような北米欧州、結構日本に根付いている会社ではあるんですけれども、ターゲットの顧客としては日本に限らずというところありますので、北米欧州アジアで、用途としても、いろんなところに展開をするように今お客様に評価していただいていますし、ちょっとRISC-V を触ってみたい人用に無償の評価環境とかも提供しているので、少しその辺も伝えたいと思います。であとはアクセラレーターといった形で機能安全対応してますよといったところの事例ですとか、セキュリティのプラットフォームがこういうものですとか、アクセラレーターをうまく活用して、モデル予測をやっている事例ですとか、であとはAI を加速した事例ですとか、ソフトウェアデファインド、ここビークルのつもりで書いてるんですけれども、それ以外にソフトウェアデファインドほにゃほにゃがこの先流行ると思いますので、それを支える次世代ソフトウェア基盤といったところの取り組みを紹介したいと思います。
まずは、リスク5の評価環境として、NS ファミリー、スタンダードプロセッサーの方ですね、そちらを、誰でも使って動かせる環境というのを今、我々、無償で公開しておりますと。いました。これですね、FPGA のビットストリームと、評価ソフトウェアのプラットフォームと、あと GCC や、OpenOCD を含めたツールチェーンというのが、ホームページから簡単にダウンロードができます。簡単というのは、よくあるようなユーザー登録して、ユーザー登録した上で何かをダウンロードするではなく、我々の知らないとこで誰かが使えるというような形で、誰でもすぐにダウンロードできるようになっておりますので、個人レベルでも、企業プロジェクトレベルでも、ちょっとリスク5触ってみたいなっていう人いましたら、ぜひここをアクセスしていただいて、ダウンロードしていただければと思います。裏で何かそんなクッキー働かして、個人情報を取るとかもしてませんので、本当に自由に使っていただければと思っております。こちらは自由に使っていただけるよっていうので公開しているものなんですけれども、自由って言われてもちょっとインストールだなんだ少し不安だなという方は、萩原エレクトロニクスさんの方から、この公開しているものを、使えるボードに全部、入れた形で、3万円ぐらいかなで販売しているっていうボードがありますので、これを使うことも可能ですと。で、この横の、ボードの方では、ペリフェラルも追加して、ちょうど今日その展示のところでも、ベルトコンベアを回してるんですけれども、そういう、応用でも使えるようなボードも別途、販売してますので、お問い合わせいただければと思ってます。で、次に、ドメインスペシフィックアクセラレーターの例として、今これ DR1000C というもので、これ今ルネサスさんの社債マイコンの方の RH850U2B というものに使っていただいているんですけれども、これがちょっともう3年以上も前ぐらいになってくるんですけれども、リスク5のベクタープロセッサー搭載という形で、多分初めて世界初で SGS2F 様の第3機関の Azure D-Ready の認証を取ったコアになっているかなと思っておりますと。で、3年経ってますけど、まだ現役で使っていただけるコアだとは思いますので、マイコンを使っていて、ちょっと重たい処理とかあるときはこれを使うと、アクセラレートできるかなと思っております。で、評価環境としましても、テストチップを搭載したものがあるので、リアルタイムで性能測定とかできますので、お問い合わせいただければと思ってます。で、その DR1000C をうまく活用した事例といったところで、制御対象を、今までは、誤差がどれぐらいずれたかとか見ながら合わせ込むというところがあるんですけれども、それをもうモデル化してしまって、でモデルの動きに合わせて最適な制御をするという方向のモデル予測制御といったところを、今、評価でソフトウェアも含めて、パッケージでできるようになってますので、こういうところも何か皆さんのお役に立てるかなと思っております。で、これ、セキュリティのソリューションという形で、今、先日プレスリリースしたんですけれども、セキュア IC さん、フランスのセキュリティの IP ベンダーさんのセキュア IC と、パートナーを組んでまして、左下の図がちょっとちっちゃいんですけれども、我々のスタンダードプロセッサーのコアと、セキュア IC さんのセキュリティの IP と、ネットワークのプロトコルを、第5層のところかな、そこまでハード化して高速化するというインテリクチャルハイウェイさんの IP がありまして、それらを組み合わすことによって、ルートオブトラストからネットワークセキュリティまで対応するといったところのソリューションも提供しておりますと。で、結構話の中でも、ごっちゃになるところがあるんですけれども、今、セキュリティとセーフティというのが、S&S って言ったりするところもあるんですけれども、この我々のコアの特徴として機能安全対応といったところがありますので、このセキュリティソリューションは
セーフティーにも対応したセキュリティといったところを実現するのにも、まあ、適しているようなものになります。で最後、ドメイン、これが本当にドメインスペシフィックアクセラレーターっぽい事例にもなるんですけれども、ですね、ここ左の図のところで、これネドさんのプロジェクトといったところを活用しまして、まあ、エッジ AI 向けの、アクセラレーターとして、まあ、現時点でいうと、まあ、世界最高クラスの15トップスパーワットっていう電力効率を達成したといったところで、まあ、リスク5のスカラープロセッサーユニットは64ビットのコアをマルチコアで動かしながら、行列演算が出てきたときにはリスク5のベクターエクステンション、V1.0 に対応した、VPU、ベクトルプロセッサーユニットの方で処理をしつつ、でコンボリューションの処理は、専用の、これ自体はリスク5じゃないんですけれども、コンボリューションコンピューテーションユニット、CCU といったところで処理をするといったことで、ニューラルネットワークそのものはCCU の方で処理しながら、まあ、前処理、後処理といったところは、VPU 使って、加速させるというような環境を構築しております。でこれによって、まあ、ロボットを制御するといったところの実証実験も、我々行って、これも公表しているものになります。はい、で最後ソフトウェアの開発環境という形で、まあ、リスク5の開発環境というオープンなものでもだいぶ揃ってきてはいるんですけれども、じゃあ実際の製品開発にそのまま丸ごとオープンで全部使うか、構築するかというとやっぱ大変なところがあると思いますと。でそこに対して今我々をはじめとして、まあ、イーソルさん、京都マイクロさん、 OTSL さんと共同で、まあ、包括的なソフトウェアの開発環境といったところで、まあ、LLVM ベースで、ベクタープロセッサーの自動ベクトル化ですとか、まあ、リアルタイム OS が、効率よく使える仕組みですとか、あとは、まあ、京都マイクロさんのところでデバッカーと連携した、仕組みですとか、まあ、そういうところを、まあ、最後ユーザーが使う、前提でどうまとめ上げたらいいかといったところを、効率よくやれるように、環境構築を行って、まあ、性能的にも 71% 短縮ってしたような結果が得られております。はい、はい、ちょうどまとめです。はい、で最後まとめで、今日覚えていただきたいキーワードで、まあ、アカリアというブランドで我々商品展開してますというのと、まあ、アカリアプロセッサーは、まあ、素直なリスク5の NS ファミリーといったところと、まあ、それと拡張ユニットを組み合わせた DR ファミリー、ドメインスペシフィックアクセラレーターがありますと。でそれを活用した応用事例というのも、だいぶ増えてきておりますので、皆様の開発ですとか、まあ、研究ですとか何か引っかかるところがあればご連絡をいただければと思います。はい、以上で終わります。ご清聴ありがとうございました。佐藤さん、どうもありがとうございました。では質疑応答の方をお願いいたします。ありがとうございました。今日電装さんがリスク5を使ってですね、ここはなんかずっと遅れてるなというふうな勘違いしてたんですけれども、質問としてですね、やっぱり日本自動車メーカーさんですね、 SDA ですね、ソフトウェアディファインディングビークルの方ですね、欧米と中国に比べるとだいぶ遅れてるっていうふうな、まあ、これは事実っていうと、まあ、言ってもいいかなと思うんですけれども、でやっぱりこれから SDA の方をですね、まあ、どんどんハードウェアとソフトウェアディカーブリングとかですね、あとは高精度の HPC ですね、センターコンピューターとかですね、必要になってくると思うんですけれども、やっぱりテスラみたいな FSD みたいなところが御社としては開発目指していくだろうと、まあ、勝手に思っているんですけれども、どこまで性能を出そうと、まあ、例えばテスラの方が今 FSD の方ですね、102つの、積んでですね、144トプスとかですね、そこまで高性能が出してですね、やっぱり自動運転の方をですね、いろいろな演算力を求められると思うんですけど、そういうところがまあ、差し支えなければですね、ご教示いただければいいかなと思うんですけど、はい、ありがとうございます。
まあ、我々 NSI テクスとしては、プロセッサー IP を中心に活動しているところになりますと、まず選定ありまして、まあ、SDV の環境、まあ、それこそ OS とかその上といったところになりますと、やっぱりその辺は OEM さんですとか、まあ親会社になるんですけど、ティア1ですとか、そういうところの意向がありますので、まあ、そちらが決めていくことかなと思っていて、まあ、我々としては、そのプロセッサーレベルのところで、その下回りが変わった途端に性能が急に落ちるですとか、そういうことがないようなソフトウェアのハードに近いレイヤーのフレームワークっていうのを支えていきたいなと思っているところが、まあ我々やっていこうというところですと。で、それのまあさっきの最後のページの事例がまさにそこにはなってくるんですけれども、まあ上のソフトウェアがそれこそPC の開発環境で作ったものであってもしっかりデプロイして、エッジ側で動かせるよっていう環境を、まあ、パートナーさんですとかコミュニティを使って整えていきますと。で、性能といったところも、まあ、正直我々そのトップ数値ですとか数字の高いところをひたすら目指しているというよりは電力効率といったところでその対象とするシステムというか機器の許容の中でどんだけ効率よく動かすかといったところを、まあ、目標にはしておりますというところになります。若干曖昧ですけどそれで回答になってます。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。あ、講演ありがとうございます。ニューラルネットワークアクセラレーターの その性能の、ページがあったと思うんですけど、はい、そこの15トップスパーワットの時 の、 ビット精度ってどのくらいなんでしょうか。あ、イント8とかってそういう言い方でいいですかね。あ、はい、それで言うとイント8です。イント8ですか、はい、あ、 ありがとうございます、はい、以上です。はい、ありがとうございました。ではよろしいですかね。はい、ではありがとうございました。ありがとうございました。